立民泉代表が踏み違え、ゼレンスキー演説で日本は右傾化すると。ウクライナのゼレンスキー大統領がつい先ほどアメリカの連邦議会でオンライン形式による演説を行いました。支援を訴え、バイデン大統領が世界のリーダーになってくれることを願う、それはつまり平和のリーダーだと話しました。また日本の国会でもゼレンスキー大統領がオンライン演説を行う方向で検討を進めていることが分かりました。与党関係者によりますと、昨日在日ウクライナ大使館からゼレンスキー大統領が日本の国会でオンライン形式で演説を行いたいと日本政府に対し打診があったということです。今日、自民党と立憲民主党の国対委員長が対応を協議し、オンライン演説の西側世界主要国の国会でウクライナ、ゼレンスキー大統領のロシア侵攻に立ち向かう演説は拍手で迎えられている。ウクライナは日本でも国会演説を打診している。与野党の国会対策委員長は打診を受け入れるべきだという認識で一致した。予算成立後に実現を目指して協議中とある。そうした流れに差を指すかのように立憲民主党泉代表は異を唱える。他国指導者の国会演説は影響が大きいだけに、オンライン技術論で論ずるのは危険。私は日本の国民と国益を守りたい。だから国会演説の前に首脳会談、共同声明が絶対条件だ。演説内容もあくまで両国合意の範囲にすべき。それが当然だ。だと。戦争式の最中にあるゼレンスキーが演説する際、首脳会談と共同声明発出の二重の手間を要求するのは、どのような状況認識を持っているのか。日本でゼレンスキー演説が実現すれば、演説では日露戦争、第二次世界大戦時のソ連参戦とシベリア抑留、北方領土の不法占拠が言及されよう。ウクライナはロシアのせいで人命が失われる災難に遭っている。日本も同じだったではないか、という訴えが予想される。それは、日本で眠っているナショナリズム心理を揺り起こすものになる。左派野党はゼレンスキー演説で日本が右傾化するのを阻止したい、反民主主義を突き進む近隣国へ申し開きができないことをしたくないとか。泉代表が守り札のように崇める憲法第9条護憲平和主義への踏み絵を踏み違えたくない一心なのだろう。左派政党がよりどころにしてきた日本否定のサボタージュ心理をリベラルだとか言い換えてきた欺瞞が一気に覆されるのを恐れているのだろう。お聞きいただき感謝申し上げます。